ソニー・エリクソンの音楽形態 W850i 音楽形態とは音楽再生機能搭載を前面に出した携帯電話 PHS 端末の通称である。ミュージック携帯などとも呼ばれ、ウォークマンフォーンのようにデジタルオーディオプレイヤーのブランド名を関する製品もある。携帯電話の機能のうち音楽再生機能に特化している機種の通称である。 特に着信メロディや着歌とは別個に楽曲を管理しデジタルオーディオプレイヤー並みの音楽再生機能を備えた携帯電話端末を指す。日本で最初に音楽再生機能を搭載した携帯電話端末は2000年11月20日に株式会社 AU から発売された C404SD バである。メモリースティックスロットを搭載し アトラック3形式の再生に対応。ついで2000年11月30日に発売された DDI ポケットの RZJ91 は音楽配信技術の携帯でミュージックに対応し、携帯端末から購入した楽曲データを再生できた。ただし、こちらは購入したもの以外のファイルの再生には対応していない。その後各社からいくつか音楽、 再生機能搭載端末が発売されたが、普及には至らなかった。また、携帯電話における音楽配信技術の先駆けである携帯でミュージックを採用した配信サービスサウンドマーケットは、PHS 自体の加入者源もあり、利用者を獲得できず、2004年9月末をもってサービスを終了した。一方で iPod や着歌の爆発的な流行もあり、 2005年には、NTT ドコモや AU 及びボーダホンが再び、音楽再生機能搭載の機種を投入。KDDI と沖縄セルラーの、各 AU ブランドは2006年にリッスンモバイルサービスを開始し、音楽形態を全面に押し出した。2006年6月、AU から発売された W42S は、国内の携帯電話としては、初めて、 ウォークマンを名乗り、音楽再生に特化した機能やデザインに仕上げられていた。F900 ニーズ以降の NTT ドコモの一部の携帯電話は Windows Media オーディオ再生機能を持つ。楽曲の転送には Windows Media プレイヤーを使用する。WMA 形式で楽曲を管理しているユーザーにとっては独自形式に変換して楽曲を転送する au の 楽曲転送方式よりも使い勝手が良い。さらに、2007年10月、ソフトバンクモバイルからも WMA 再生機能を持つ機種が登場した。ソフトバンクモバイルの機種の場合、楽曲の転送には Windows Media Player を使用する。その後、2008年2月に AU も KCPE 搭載の W56T。 および W54S の発売に合わせそれまでの ASCLC を利用した独自形式からアトラックベースの形式へと楽曲管理ソフトを移行し、これによりソニーのネットワークウォークマンおよびネットムード、ウォークマンなどと共通の楽曲ライブラリーを持つことが可能となった。初期の音楽形態は電池の消耗が激しく音質も決して優れたものではなかったが、 その後の改良により MP3 デコード専用 LSI を搭載するなど連続再生時間が向上。また、記憶媒体として32、64MB の SD カードやメモリースティックが使用されたが、現在では 1GB 超のフラッシュメモリを搭載した機種 AU の W41T のように 4GB の HDD を搭載した機種の登場。さらに、 ミニスドカードなどの小型メモリーカードの普及によって多くの楽曲データを持ち運びできるようになった。現在の携帯電話端末は折りたたみ型が主流のため端末を閉じた際の操作性が課題である。端末を閉じた時の操作性を高めるために音楽操作専用のボタンを搭載して操作性を改善したものがあった。さらに一部の機種には ステレオスピーカーが搭載され、楽曲の再現性も向上した。楽曲は、スマートフォンや、WX310K など一部の例外を除き、専用の転送ソフトを使用して、パソコンからの転送が主流である。転送ソフトには、SD ジュークボックス、iTunes がある。SO903i と W53s を最後に、日本の携帯電話において、アトラック形式オーディオと、 密接な関係にあるメモリースティックの搭載が取りやめられたこと。ワンセグやソーシャルゲーム、スマートフォン等にトレンドが移行したことで音楽再生機能に特化した音楽形態というカテゴリーは縮小した。一方で大半の携帯電話は音楽再生機能を当たり前のように搭載するようになり、携帯電話における音楽再生機能はコモディティ化したと言える。 2004年夏、モトローラは、アップルと、業務提携を発表。2005年には iTunes を搭載し、パソコン上の iTunes との連携に対応した、モトローラ6回1が発売され、米国を皮切りに、カナダ、欧州、香港、南米に販売網を広げ、日本でも発売された。しかしこの機種は、転送可能な楽曲が100曲に、制限されている。 後継機種には iTunes は搭載されなくなりモトローラロッカー e にはイラジオがモトローラロッカー e 6にはリルプレイヤーが搭載されている。またソニーエリクソンも2005年に W800 を発売しイゴー,オークマンフォーンとしてシリーズ化された。携帯電話キャリア公式サイト以外が提供する利用者による自作の着信音声を得せ着歌と呼ぶ。利用には 取扱説明書には掲載されていない方法で試す必要があり、フンペグや iTunes を用いて AAC 形式や 3GEP 形式に変換して利用する機種が一般的である。機種によっては着信音には設定できないが、ムービー再生機能などを利用して擬似的に音楽形態として利用できるものがある。2007年10月以前に発売されたスマートフォンを除く。 ありがとうございます。